ようございます。今週のルンティーは日曜日からスタートです。今からどこ行く？公園。はい、公園に今から行きます。来なかった、呼んだの？ありがとう。これはどこかな？できた。ありがとう。うん、味見してくれたの？コアラパンダを、パンダを大事。おはようございます。今は4時半です。5時半からコーチングセッションなので準備してセッションを迎えたいと思います。コーチングセッション行ってきます。コーチングセッション、今日は体験セッションですね。終わりました。おはよう。娘を保育園に送り届けてきました。今からカフェでちょっと作業します。はい、一旦作業終わってこれからジムに行ってトレーニングします。トレーニング終わって今帰っています。帰って、ご飯食べて作業して今日はあと1本コーチングやります。はい、じゃあ食べていきます。胸肉結構コーチングセッションやってました。2時間ぐらい前にご飯食べて、はい、ちょっと近いですけど、ちょっと完食、プロテイン取れてます。 OK、うん、と、じゃあサラダ食べます。2時間ぐらい前に、いいしていい、おはようございます。今は4時です。はい、5時半からコーチングあるんで準備します。
セッション終わりました。これから奥さんと娘とご飯食べたいと思います。おはよう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 。どこ？はい。バイ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 。なんだろう。はい、娘の保育園送りに行ってこの後コーチングセッションやります。では行ってきます。ふぅ、体験セッション終わりました。ここからちょっと事務作業入ります。トレーニング終わって娘のお迎えに来ました。パパこっち、はい、ツン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 、すごいすごい、1 2 3 4 5 6 歩いてくれるの。じゃあかな。はい、本日ラストのコーチングセッション行ってきます。はい、一段落しました。ここから今日最後の食事、今日何回目、6回目ぐらいの食事ですかね、をしてお風呂入ってちょっと本読んで寝ます。明日も5時からコーチングセッションあるので、はい、朝から全開でいきます。それではおやすみなさい。おはようございます。今4時です。今日も5時からコーチングセッションがあるので準備します。パパ、トントンチョンチョンするの？はい、おはよう、チョンチョン。ふぅー、え？ふぅー。今日は途中から動画を撮り忘れていました。今までコーチング体験セッションやっていて、また新たなクライアントさんと一緒に人生を歩んでいくことになりました。よろしくお願いします。今日はこれで仕事終わって、まあ、ご飯食べてという時間にこれからはしていきます。もう一回、あーあーして、はーあー、メニチクロメニチクグーゼメニチクグーゼ、冷たい。冷たい。よし。
今日でこの車とお別れです。バイバーイ。バイバーイ。はい、ありがとうございました。車ゲットしました。これから市役所に向かいたいと思います。雪がどんどん、家でちょっと YouTube の編集とかしてました。これから娘の迎えに行きます。冷たい。マジローパンチ。おやすみなさい。おはようございます。あ、今3時半なんですけど、昨日寝る前プロテインとバナナ取って寝かしつけが終わったらトレーニングに行こうとしていたんですけど、そのまま寝ていました。はい、こういう日もあります。はい、今日はトレーニングしにたいと思います。それではコーチングセッション行ってきます。本日2件目のコーチングセッション終了しました。時間がなかなかないのでプロテインとご飯食べます。本日3本目のコーチング行ってきます。はい、コーチングセッション終わりました。まだ2時間経ってないと思いますけど、プロテインとバナナがあるんで食べます。体験セッション終わりました。5時過ぎてプロテインとバナナから時間経っちゃったので、またプロテインと白米食べてトレーニング今から行きます。ちょっとね、僕は空腹状態だとエネルギーが全然出ないんで、はい、ちょっとお腹に入れてからトレーニング行きます。Get so mad, there's no control in me. トレーニング終わって、まあ、プロテイン飲んで1回ご飯食べたんですけど、ちょっと取り忘れちゃいました。で、今から今日最後の食事ですね、トレーニング後2回目の食事を食べます。お腹すいたんで 500g 食べます。カツオのお刺身です。おはようございます。今4時です。はい、今日も5時からコーチングセッションあるんでやってきます。今日の予定は朝5時からコーチングセッションやって、その後7時ぐらいからトレーニング始めます。で、まあ朝9時ぐらいから今日夕方までずっとコーチングあります。はい、楽しみな1日です。やります。はい、
ジム行きます。今日背中トレやります。トレーニング終わって帰ってきました。この後からコーチングが夕方まで結構続くんですけど、4時間ぐらい固形物が食べれないので、今プロテインとお米をささっと食べちゃいます。本日のコーチングセッションすべて終了です。やりきりました。はい、ここからねご飯作ったりして食べようかなと思います。はい、動画編集を2時間ぐらいやっていました。で、動画投稿しました。これからお風呂入ってきます。おやすみ。おやすみ。あいつもしない。あいつもしないよ。おやすみだよ。おやすみしない。ここまで動画をご覧いただきありがとうございます。この1週間をこうね、振り返ってみて、目先のことにすごいいっぱいいっぱいになっていたなっていう風に感じます。まあね、もっとこここうしろよとか、なんでこんなこともできないんだろうとか、全然力を出し切ってないなっていう風に感じました。もうね、自分自身に絶望する毎日です。これ僕筋トレも一緒で、もう筋トレ行く前、ジムに行く前はもっとこうしようとか、もっとこうすごい追い込むぞっていう風に言ってるんですけど、なかなかこう振り返った時に満足できた日っていうのは本当にないです。なんであそこに自分で甘くなっちゃったんだろうとか、あそこの1レップもっととか、本当ね、終わった後に自分のことを情けなくなる、本当ね、カスだなっていう風に思うことがめちゃめちゃ多いです。これなんかネガティブだとかそういうことじゃなくて、もっともっとこう自分自身できるんだって思っているからこそ、こういう気持ちって芽生えると思うので、もうね、こう何か終わった時、一日終わった時とかトレーニング終わった時に、いや、カスだなって、もう心から思えるのって最高だなって感じます。だから、まあ、今週もそんな自分と、向き合えて、まあ、出会えて、また来週もそんなで、自分自身とね、たくさん出会えるように過ごしていきます。はい。来週もすごく楽しみです。はい。もう筋トレもこういう気持ちでやっていけば絶対でかくなる、絶対成長するって知ってるので、もう、成長した人生、最高な未来を掴んでいきます。それではこの動画いいなと思った方は高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。あとコメントもいただけるとめちゃめちゃ嬉しいので、こんな気持ちになりましたとか、もっとこうした方がいいよとかあったらぜひぜひお待ちしてます。僕もコメントで1週間また頑張れるので、それではまたお会いしましょう。バイバイ。